トモさん、ケンタンメンさん、おはようございます。こんにちはですね。音とか映像とか問題出たらさ、なんか技術的なこと言われたら教えて。OK、ありがとうございます。ナレーションのりこだ。カメラこちらに向けて。カメラじゃない、モニター。あ、見て。こちらに向けて。花火ありがとうございます。匿名さん、伝説のまっちゃんさん、おはようございます。サツーさん、こんにおはようございます。ちょうど入ってる。うん、入ってる。いいよ、さ。たけさん、おはようございます。セナラッキーさん、おはようございます。そうです、今日はトレーニングです。腕はバンテージ巻いてます。全身筋肉痛。よく体ほぐすところだ。今日は全身筋肉痛だそうです。風が気持ちいいね今日は。そうですね、日差しは強いけど風があるので意外と涼しいです。あー、やばい。水分補給を気をつけます。ありがとうございます。400円持ってきた。うん、持ってきた。へいし、のんちゃん喉乾いた。自分の分も、のんちゃんの分も持ってきた。はい。チョンキムさん、おはようございます。
閉まってきたかな。え？ぷよんぷよんです。お腹ぷよんぷよん。今ね、76ぐらい。もうこれ以上増やすならね、こっから絞る。3キロも痩せたの、うらやましい。僕は何キロ痩せた？3キロ。俺と会ったから10キロぐらい太ったもんね。うん。ゆっくり減らします。遅すぎたタンパクさん、おはようございます。わあ、なんかロケットみたいのが来た。あ、宇宙人が、宇宙人ありがとうございます。ロケットありがとうございます。匿名ツアーガイドさん、ありがとうございます。ロケットもらいました。ありがとうございます。江戸園さん、ワドツ風船ありがとうございます。減塩醤油、むき味噌、有機味噌、オリーブ油、調味料を加えま、変えました。あ、そうなんだ。オリーブオイルいいかもね、ごま油とか。うん、調味料を変えるといいって。特別アガイドさん、アイスありがとうございます。おやつは糖質控えめビスケットとかで。なるほど。
なるほど。夏に鳥が死んだ。そうですね、リバウンドしないようにしたいですね。エドエンさん、ありがとうございます。私は、糖質を減らしてるぐらいですね。あと食べる量をちょっと減らしました。食べる量結構減らせると思うよ。うん、よし、じゃあやります。でもなかなか痩せないです。いや、もともと痩せすぎなんだ。深部タイマー、伝説のマッタンさん、ありがとうございます。ドレさんみたいな人が通った。あもあもちゃん、おはようございます。チロリローンって言ったよ。朝ごはん食べてますよ。今日はスイカとチーズケーキを食べました。豊里のスイカかどうかわかんないんですけど、千葉県産のスイカを食べました。美味しかったです。カズ、おはよう。スイカとケーキ応援するみたい。
シュークリーム食べたいね。これでまた今日も筋肉痛になっちゃう。マジカルさん、おはようございます。いつも何分ぐらい練習してますか？いつも2時間ぐらい。2時間ぐらい練習してますかね。ノックンありがとうございます。ニコ生最近見てないですね。そう、前回負けちゃったんで頑張ってます。
よさまどつ。今回は頑張るんで勝てると思います。負けないぞ。4ラウンド終わり。4ラウンド休憩。水ちょうだい。水買ってきます。100円で売ってる。はい、みんなお疲れ、おはよう。おはようございます。みんなおはよう。はい、でもありがとうね。ありがとう。はい、右次やるけど、右はめちゃめちゃ重いよ俺。入ってるわ。疲れるね。3分休憩。3分休憩です。初めの一歩だね。木の木の葉を拾う。どれに10枚拾えたら教えてやるよってボクシング。うん、今4ラウンドやったんだっけ。うん、よし、じゃあ戻るわ。鴨川会長歩いてた。教えてもらわないとね。じゃあ行くわ。玄米茶さん、こんにちは。今捨て頃の練習やってます。シャドウの練習。みーすけさんはどつ。
経験者じゃないです。杉田たんぽくさん、こんにちは。さつきさんワード2、直樹兄さんのデータがないんでちょっとわかんないです。直樹兄さんは強いかな。ジムも行きますよ。そう、ボクシングルールです。何切断されたんだろうね。これで OK かな。どうだろう。あ、終了しちゃいました。え、あ、違う大丈夫。サーバーが落ちちゃいました。さっきはますかね。音とか問題ないですか。見えてる。閲覧とかは、閲覧は見えてんの。なんでコメントねえの。見えてたら教えて。なんだこれ。ああ
メントがないね、うん、見えてんの。あ、問題ないって。問題ないですか。ブルマンさんありがとうございます。伝説のマッタンさんありがとうございます。ね、セルチャンピンとかの試合とか、あとヒカルくんの試合とか楽しみです。またカズと会えるのも楽しみだな。サスケさんはどつ。殴られ屋は怪我しちゃうんで危ないですね。今怪我しちゃうと捨て頃に出れなくなっちゃうんで、殴れる屋はできないですよ。和道さんの今の身長は170センチで、体重は76キロぐらいです。あ、矢野ラッキーさん同じです。あ、シューシュー、あ、花火ありがとうございます。花火師さんありがとうございます。天下さん、こんにちは。ジムにも通いますよ。ジムは配信ができないんで。ヤナラキーさん、じゃあよろしくお願いします。今何ラウンド？
9ラウンドか。そうですね。あと公開練習とかもまだあると思うんで、その時は他の配信者さんと練習があると思います。日曜日にね、ドレさんとやる。日曜日にドレさんとちょっと練習する予定になってるそうです。あ、柳楽器さんありがとうございます。じゃあ当日楽しみに待ってます。多分ね、ドレさんの枠でやる。じゃあドレさんの枠に週日曜日に多分やると思うそうです。ドレさんの鬼コーチが始まります。そうだね、新宿ならいいね。ドレさんは超強いですよ。羽ばたく鳥。そうだね、ドレさんなら直樹兄さんと同じぐらいの身長だから。そうそうそう、スパーリングパートナーに。スパーリングパートナーだそうです。兼コーチ、鬼コーチだから。鬼コーチドレさんだから怖いです。優しく痛くされる。いっぱい絡まれたことあると思います。あ、アイスありがとう。匿名さん、164さんありがとうございます。アイテムありがとう。ラウンド、はい、そう、今喋ってるのは彼女です。本当、あいつ初めて見た。美味しそうなあいつ。
ロケット、ありがとう。ロケット宇宙人、ありがとうございます。あ、宇宙まで連れてかれた。お、パフェ1個って書いた。パフェが当たったのかな。宇宙まで飛んでけ。今度絡まれたらパンパンパンと。ダッシュで逃げます。風でカメラが倒れちゃった。あ、カメラが止まっちゃったよ。目が止まっちゃった。どこ映してるんだい。カメラが。よし、これで OK か見といて、うん、多分これで OK だから OK。 もう始まってんの。あ、目が治った。 OK。 目が治った。うん、見えてるよ。よかった。シュシュ。
そう、一番弱いやつって言われたからね、今度頑張って勝たないと。サメちゃんの応援が目に浮かぶ。カンカンって言わないね。まだ何ラウンド？12ラウンド。泣いてたんだ。知らなかった。見てなかった。最近放送全く見てないよね。なかなか忙しくて配信がいろんな配信が和田さんは優しいですよ。映ってる。あれ、ああ分かった、延長切ってたんだ。それ30分で切れちゃったんだ。これだ。危なかったぜ。分かった分かった、ようやく意味が分かった。今日めちゃめちゃ暑いよ。でも練習するには気持ちいいね。スイカ美味しかったね、朝ね、沖縄みたいだよね。スイカ美味しかったよ。いいね、スイカね、食べんの朝、糖分補給で、ね、富里だと思う、千葉県産って書いてあったから。でもね、なんかね、甘みが弱かったな。繊維質は合ってんだけど、なんかもっと全体的に甘いんだけど、真ん中のところしか甘くなかった、先っぽだけ。うん、ヤンキーに絡まれた時、誰、何、ヤンキーに絡まれた時どうするって。絡まれた時あるんじゃないかなって言われ話してたもん。いや、ないけど。ないのか。うん、絡まれたことないって。うん、富里のスイカ絶対食べた方がいいよ。なんかね、調べたらね、熊本の次だってね、千葉県は。へー、2位の 産地なんだって。うまいよ。これから1ヶ月は早いよ。もうすぐだよ、すぐ。あー、すぐだ。いや、でも大変なんだよね、段間塾もあるし。緊張しちゃう。なんでのんちゃん緊張すんの？緊張しちゃうよ。なんで？だってあそこまで行って、うん、いろんな人が来て、うん、話とかしてないといけない。ね、いっぱい話しかけられるもんね、のんちゃんね。うん、スイカいくらぐらいだっけ。8分の1で腕立て3回ぐらいできるよ俺。8分の1で400円ぐらいだったね。
調子いい時は5回はできるね。腕立て5回、うん、いや後悔つか殺すわ。もう直樹兄さんリングの上で。あんなふざけたやつ殺すわ。どかそ野郎が。ツイキャスで閲覧50とかも寒すぎるだろ。あっという間だよ人生。あっちゅう間だよ。やることやんないと。あと3ラウンドで終わりにしよっか、うん、15ラウンドで、うん、少しずつ慣らさないと。でもね、そんなに思ってたより悪くないね。太ももが、前トレーニングやってた分が体ができてるから、うん、あの、戻すだけだね。基礎トレ、基礎トレはね、あの、体幹トレーニングだね。体幹トレーニング。なんだっけ、カービングだっけ。カービングとかいうやつなのかな。なんか、専門の名前があるんだけど、わかんないんだけど、ジムでやらされんの。ボクシングだよ。はいよー、了解。3ラウンド。入ってる。大丈夫。ニワトリ。鍛えてたら素人のパンチは避けれるぐらいにはなるかもしれないね。シュー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 。ナラキーさんはお掃除してたのか。ダメだね。ワドさんはね、重たいからね、殴っても反発力でこっちがやられちゃう。ボヨーンって。あ、子供がいると散らかるよね。まだ楽だね、じゃあ。休憩中ありがとうございます。見てくれて。
ウンドやりますか。一旦じゃあスタートボタン押して。スタートボタン。よーい、スタート。襲撃しに行って。ヨカデスじゃないです。ここは秘密の基地なんでね、ダメですよ。こっち来ちゃダメですよ。秘密基地に来たら。ほんと早いな、一年。あ、去年はね、なんか公演とかも使えたからね、なんかいっぱい練習の、なんか練習風景が配信できたんだけど、今年はね、公演とか使えなくなっちゃったからね、なかなか配信もできなくなっちゃって。ちょめちょめさん、こんにちは。チワス、チワス。ワロウさんは当日2時間ぐらい前に行くんだと思います。さん、こんにちは。金魚鉢さん、こんにちは。当日の配信者もたくさん来ると思う。というか、むしろ配信者がいっぱいなると思うな。50人ぐらい、50、60人来るで、配信者は。みんなのステッカー買おう。いろんな配信者さんのステッカーを集めよう。ピンさん、こんにちは。
今回はボクシングルールなのでキックの練習はないです。今回はボクシングです。ワクワクだね。しゅんさん、こんにちは。金魚橋さん、風船ありがとうございます。ナラキさんもお疲れ様です。水あれ、お疲れ、飲んだ。お疲れ様です。疲れだ。みんなお疲れ。やっほーい、うん、ねえ暑いよね今日ね。みんな熱中症気をつけて。暑いから今日はめちゃくちゃストリートっすよ。本当は公園でやりたいんだけどね、バカが通報するからさ、公園で撮影できなくなっちゃったんだよね。なんで公園でシャドーボクシングしてて怒られるんだよな。 おかしいよな。金魚橋さんお疲れっす。マナー守ってる人を通報するのはやめてほしいよね。しかもさ、あの近所を迷惑にならないように夜中にやってんのにさ、アホだよな。どうした？え？ボツボツがすごい。そう、これあのリストバンドつけてないで、あのリストバンド革のつけると鉄の部分で荒れちゃうんだ。リストバンド買わないと、あとで100均で。あ、100均のやつが薄くていいの。また風呂だな、これ。痛
痛い。筋肉痛であんま動けなかったっすね、今日は。プルプルする、全身が。もう毎日やって慣らしていくしかないよね。こんな回復待ってらんないよ。のんちゃん髪サラサラだよ。のんちゃん毛が細いんだよね、毛の質が。サラサラ、サラサラストレート、いいよね。毛の量多いし、のんちゃん。いや、俺痩せてないよ。体重めちゃめちゃ太ってるよ。ワンツースリー、昨日やってワンツースリーが少なくて、単発のジャブだけで終わってて、で辰彦から教わってるのがワンツースリーとか、弁当さんもワンツースリー、要はその単発で終わるとカウンターもらうし、どうせカウンターもらうんだったら自分が相打ちになるようにワンツースリー、絶対単発で終わらない、ワンツースリーで。僕の場合ピーカブーなんで、ワンツースリーの後にウィービング4の動きからのワンツーだから 6なんですよね。ワンツースリー腰をワンツースリーで4456ですね。ワンツースリー4456、攻撃は5なんですけど、防御入れたら6の動きで考えて今やってます。いや、僕の必殺技はね、フィニッシュブロー3つ用意してます、今回は。直樹兄さんに。で、右のオーバーハンドブロー。もちろんコンビネーションで組み立てるんですけど、最終は右のオーバーハンド、右のアッパー、あと左、フックですね。左フック、右オーバーハンドブロー、右アッパーっす。だから、これ3つ用意してあるんで、もう多分、防げないっす。もう離して大丈夫っすね。対策打ちようがないっすね。正直。肋骨はね、もう完璧に治った。ちょうど3週間だったね。ちょうど3週間。やっと動けるようになりましたね。起き上がれなかったもんね、痛くてね。あれきつかったよな。まあね、でもスポーツ選手は怪我しない選手なんかいないからね。みんなだましだましやってるもんだからね。怪我は全くない選手なんか聞いたことないもんね。みんなボロボロになりながらリング上がってるよ。サポーター巻いたりとかテーピングとかよく見るでしょ、スポーツ選手。あれ壊れてるんだよ。ただそのファンの人とか試合に影響しないように、いや、やれますよって、怪我してないですよって言ってるだけでしょ。みんなボロボロだよ、プロは。プロアスリートってね、怪我しないことがあれだって言うもんね。怪我しないのはいい選手の条件だってよく聞くもんね。まあ、格闘技の場合はね、怪我させるスポーツだから、相手をぶっ壊してなんぼだからね。難しいとこだよ。どうしようかな、帰って雑談やるか。どうしよう、夜中まで起きてられる？一旦寝る？一旦寝る？こっちおいでよ。パソコン何本の使ってんすか？これいくらだっけ？27万ぐらいのレッツノート。うん、27万だって。疲れたね、もんで、パンパン。で、のんちゃん寝ない。俺別に寝なくて平気だから、今日夜中動くから。俺シャワー浴びて雑談やるよ。じゃあさ、俺一旦家帰ってさ、シャワー浴びて雑談やりますね。じゃあ皆さん応援ありがとうございます。また見に来てください。僕一旦家に帰ってシャワー浴びて準備してから雑談やります。お疲れ様、ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。